もしもし。もしもし、聞こえますか？よいしょ。もしもし。あ、お疲れ様です。はい、お疲れっす。はい。ボリューム上げつつ。おー、ズームのセキュリティが上がったね。この1日2日で。参加者の、ホスト側が参加者に対していちいち参加していいかどうか許可を。するって感じだね。前はパパパッと勝手に入ってきたけど。そして、これの、セキュリティ機能がついて、これを、詳細ライブ、ライブ設定します。ページでシェアだな。古橋研究室。これで、今、ズームから Facebook ライブへの配信設定をしてます。よし、許可。よし、これでシェアする。オンラインハッカソン。
はい、これで今、もうあと2分ぐらいで、4時ですね。おっと、いろいろ、お、皆さん、Facebook ライブ系で来てますね。学生は、学生の、Zoom のセキュリティレベルが上がって、参加する学生を一つ一人一人、ホスト側が許可をする仕組みに変わりましたね。なかなかやっぱりこういうタイミングで、どんどんみんながバグ出しというかセキュリティレベルを上げていくっていうのは大事ですね。今、学生が古橋入れて8人だが、学生が7人、ズーム越しに参加をしつつ、Facebook にも、この状況が流れているという形になります。よし。多少インターフェース変わってちょっと、まだ慣れてないんですけど、こんな感じか。これで、よしよし。これで古橋の顔を。お、参加者が若干減ったりしてる。みんな大丈夫かな ?URL もう一回共有しとこうか。スラックにも貼っときます。学生たちが。はい、そろそろ時間なので、はい、4時1分ですね。追加。さあ、スラックにもう一度念押しで、Zoom の URL を貼ったので、これで今何人だ?今9人。ちょっとなんか一人で喋ってると寂しいから。もうみんなでちょっと雑談しますか。何人か許可待ちの学生もいますね。はいはい。あ、これで全員入室を許可するボタンもあるんだ。おお、なるほど。一旦ちょっと音声テストも含めて、ミュートをしている学生のミュートを一回全部解除します。ちょっと音声チェックだけしましょう。今全員ミュートを解除しました。ちょっと声を出してみてください。斉藤です。はい。斉藤、OK、聞こえました。若松です。ちょっと待ってね。斉藤、OK。今、その次誰だっけ?若松です。若松、OK。はい。次。他、接続して音声チェックしますんで、喋ってみてください。大島です。おっと、ダブった。はい、いいよ。ほんま、OK。はい、じゃあ、ほんま、ミュートしてください。ありがとうございます。はい、もう、続々みんな。やっぱ、松山ズームも。です。はい、松山、OK。ミュートしてください。伊藤です。伊藤、OK。はい、聞こえました。ミュートしておいてください。大岸です。大岸も OK、聞こえました。やひろです。やひろ、OK。まずです。あ、ごめん、今、聞こえなかった。きたです。来たね、オッケー、来た、聞こえた。はい。川島です。川島も聞こえました。オッケー、ミュートしてください。来たもん、ミュート、オッケー。はい。あと、音声チェックしてない人いますか?特に今日、各チームの発表者の人は、音声チェックしておいた方がいいです。続々。比嘉です。比嘉のも OK。 馬場です。馬場、聞こえました。倉田先生、中西です。中西、OK。 あ、ですいません。はいよ。中西から、ちょっとウェブで面談があるので、はいよ。ちょっと終わり次第、参加させていただきます。
了解です。他、まあ他のチームメンバーで誰か発表するんでしょう。あ、そうですね。優秀なメンバーが。了解。はーい。はい。中西逃げんな。割とスーツ率高いの、やっぱ就職活動中。いやまあでも結局基本オンラインでしょ、はい、ウェブでやるんでしょ。あ、もうウェブです。うん、なるほどね。なんか、スーツ姿でどっちが教員だって感じの。よし。もうこれで大体、今23人、古橋除くと22人参加ですね。今日の参加の履歴も全部残してるので、後で、参加したメンバー、リストも確認します。ですクラスルーム、あ、クラスルームの提出の仕方わかんないっていう学生も出てくる、来てるので、まぁ、あ、ちょっとその辺はこっちも古橋個人ハッカソンとして Google クラスルームの使いこなしが今日の、課題だったので、その辺はこっちでフォローします。なので、Google クラスルームの課題がまだ提出ちゃんとできてない人は、後でこの、成果発表会終わった後フォローアップします。みんな大丈夫？あの Google クラスルームで課題提出うまくいった？今のところ大丈夫、問題が起きてなければいいんだけど、まあバグ出しも大事なので、まあ後でちょっと聞きます。はい、音声チェックしてない人は、あの、一回声出しお願いします。声出ししたらミュートしてください。青木です。声聞こえますか？あ、聞こえます。大丈夫です。青木です。はい、青木も OK。矢崎です。あ、岩崎、早崎 OK。小屋です。小屋、小屋 OK。小屋聞こえた。吉田です。吉田も OK。佐野です。佐野も聞こえた、OK。はい。あ、森です。森、はいはい、OK。県の吉田です。吉田、OK。水谷です。水谷、はい、OK。お、今、太蔵が来たな。よし。横井です。横井、OK。あとは大丈夫かな？みんな大体音声チェックした？いいですか？よし。よし。じゃあ時間ですので始めますか。もう6分。で、もう多分、ほぼほぼ予定してたメンバーはほぼ揃ったように見えますが、あ、まだ来た。今、与田今来たの。これで26アカウント、27アカウント、古橋除くと26名参加、プラス、Facebook ライブにこ の, あの映像は配信されているはずです。やっぱり、まあ、ちょっと、一人でやると限界があるので、どこまでうまくいってるかは、後であのフォローアップするか、ちょっと秘書の中尾がきっとサポートしてくれるでしょうということで、平沢が、スラックでメッセージありますが、はい、もう大丈夫かな、落ち着いてきた。よし、じゃあ始めましょうか。お疲れ様でした。3日間、古橋ゼミの初回という形で、しかも、ちょっと何かな、カメラが。いきなり、がっつりハッカソンスタイルで、課題を各チームごとにやってもらうということで、今日の3時までに、成果物を、まあ、出してもらう。いうところで、まあ大体スラックの流れを全部追って、ちょこちょこ口出したり顔出したりしてたので、状況は把握していますが、まあなんとかうまくいったかなと個人的には思っています。後でちょっとあのこの辺こうした方がいいとかいろいろ反省会もやりましょう。なので、今日これからやるのは中尾が入ってきた。まず各チームごとに5分ライトニングトークですね、ライトニングトークスタイルの5分発表をしていくというのを先にやります。でその後、意見交換というかこういうスタイルでやるのは初めてなので、ちょっと、3年生4年生含めて、改善点等もあると思います。いずれにしても、その辺の情報共有は後でやりましょう。じゃあ、準備はいいですかね。まあ順番通りやるとあんまり面白くないから、やっぱりいつものようにやりたいチームから手を挙げてもらおうか。チャットに、ズームのチャットか、ズームのチャットにしようか、ズームのチャットに集約しよう、ズームのチャットに、はい、ズームのチャットにやりたいチームいたら手を挙げてください。
森田1番、森田何チームだっけ？チーム？はい、続々来た。はい。いいだ。与田が2番。はい。与田チーム2番。もう一回、森田チーム1番。与田チーム2番です、ね。他ないですか？順番。OK。じゃあ、森田、比嘉の3番。まあ、こんな感じで、Zoom のグループチャットの方に、それぞれのチームで何番やりたいかっていうことを、あと3チーム、早い者勝ちで。佐野が、4番かな。はい、続々決まってますね。じゃあ、森田、ちょっと準備、発表の準備と音声チェックと、はい、あと、そっちの画面共有、準備を進めてください。なんでスーツなのかは、まあ。森田の声はまだ出てない。え、出てません？え、聞こえてないですか、これ。え？聞こえてますか、これ。俺の問題？聞こえてるよ。聞こえてるよ。音が聞こえなかった。聞こえてるよ。昨日から古橋さんだけ聞こえないことが割と多いからヘッドセットかな。ドキドキな。なんか最近こういうトラブル多いな。よいしょ。携帯と。ちょっと待ってね。どうも、古橋のマイクが今聞こえなくなったみたい。また、Bluetooth 切ります。よいしょ。っていうか、LINE でもこれでいけるの？音声。もしもし。はい。これ、ヨダの声、今の。どれ？森田がきっと画面共有してるんだけど。俺ミュートするしますか。ちょっとごめんね。森田の声が俺聞こえないんだわ。今。森、こちらの、だからスピーカーのトラブルかな。スピーカートラブルっぽい。ぽい。ので、数分お待ちを。Bluetooth 絡み嫌だな。マイクは、これをオフにする。もしもし。はい。あ、聞こえた。ダメだった。だね、Bluetooth のヘッドホンセットが、どうも今、スマホと PC と同時に Bluetooth でつなげちゃっていて、何かいろいろスマホ側に通知が入ったりして、変に通信が切れるみたいな現象が出たので、今、Bluetooth のヘッドセットをこちら切りました。Bluetooth もオフにしたので、これで OK です。聞こえました。はい。じゃあ、機材的にも大丈夫そうなので、今、神田が来た。はい、じゃあ、始めます。はい。はい、じゃあ、5分計ります。発表時間5分で、いきます。よーい、スタート。あ、先生、すいません。成果物が4分ぐらいあるんですよ。あ、まあ、全部に見せる必要ない。で。あ、そうなんですか。で、しかも、全部まとめたんですけど。まあ、もちろん、後でここ見てねっていうのも含めてなので、あと、ズームも含めて、オンラインの、動画配信って結構カクカクになるっていうのは前回試した通りなので、はい、動画は後でリンクをクリックして見てねっていう流れはいいと思います。あ、わかりました。はい、じゃあ、はい、行きます、はい。はい。お疲れ様です。はい。グループ E の森田チームです。でですね、私たちのチームは、まあ、とにかく3年生がすごい頑張ってくれたので、4年生は特に何もしなかったっていう感じなんですけど、まあ、Google Earth の使い方について、スタジオの方の使い方について、まず説明します。Earth Studio とは何かって言いますと、Google Earth の衛星画像と 3D の、はい、画像を使ったアニメーションツールっていう形になってまして、Earth Studio の登録っていうところが、まず今回の課題でした。で、Earth Studio を試すってところからまず押していただくと、まあ、こういう画面が広がってくるので、これで登録していくっていうような形になるんですけども、実際これ3日間から約2週間ぐらい登録に時間がかかる、申請してから許可もらう前に時間がかかるってところから、私たちは課題ができるのかっていう難題に追われたので、はい、出だしからもう実際まさかの結果にみたいな感じになってしまうんじゃないかって感じではあったんですけども、なんとか先生が Google 側にやってくれたので、まあ、緊急対応としてはまあ先生のアカウントから入るって感じだったんですけども、まさかの
本人であることの承認のところをもう一回やらなきゃいけなかったっていうような感じ、うん、まあ、まさに先生の、はい、この画面がまさにそうなるんですけど、先生のアカウントでやっても貼れなかったっていうようなあれがあったので、今回はすごいそこが一番問題だったかなと思います。割とさ、セキュリティレベル高いなって感じがね、したよね今回。そうですね、今回すごかったですね。で、まあ、解決策待ったんですけど、まあ、実際的に先生がその Google の方に立ち向かってくれた結果、もうすぐに1日後それが来たかどうかは正直分かんない。そこはしたけど、うん、まあ、たまたま早くやって処理してくれたのか正直分からないけど、まあ、ダメ元で、報告はしたって。まあ、はい、まあ、3日間かかるって言われてた中、翌日には来たっていうのがすごい自分たちの中でやりやすかった部分にはなったんですけども、まあ、ここでやっと Google Earth Studio が使えるようになるっていうような形になります。で、 Earth Studio はまずからのプロジェクトをクリックしていくと、まあ、こういうテンプレートがあるので、まあ、テンプレートに合わせて使うような形になるんですけども、まあ、今回撮影したい場所、これは Zoom でやったのとは思うんですけど、撮影したい場所を設定して、まあ、今回相模原キャンパスってところでやると、もう今回こういう一番カメラの位置の調整であったり、まあ、はい、こういういろいろ開始のコードとかも全て設定することができるっていうような形になります。で、これに関しては動画の長さについてるんですけども、画像、まあ、さらに動画を短くするとすごい、移動速度も速くなってしまうので、10秒以上が必要なのかなっていうふうに私たちの中で実感しました。角度とか今回この画面で実際的に微調整とかを行うことができるんですけども、実際的に自分が使った、これじゃない。自分が使ってたやつとかが今ここにあるので、実際的に見せることできるんですけども、まあ、一応今回画面のレイアウトの設定から2画面設定にしてあるので、こっちで動かすようで、こっちは実際的にどう動くかっていうのが、でカメラの位置であったりカメラの回転、あとは、まあ、自分でこの属性追加ってところから、時刻であったり雲とかいろいろ追加することができるんですけども、僕は今回ちょっと遊び心入れて時間設定とか入れたので、まあ、これが実際どう動くかってなると、そのプレビューいいね。プレビューで見るとまあこんな感じで動いていくのかなって。あとで動画の方に URL すべて送るので、あとでそっちから見ていただければ分かるんですけども、まあ、今回時刻の設定したので、まあ、だんだん暗くなってくるかなっていうのが分かったりすると思うんですけども、まあ、最終的には夕日が若干見れるかなみたいな、そんな感じに今回は設定しました。なるほど。で、はい、で、まあ、カメラの位置とかもさっき調節することはできるんですけども、まあ、全ての設定が終わったら今回レンダリングってところからスタートしていくんですけども、今回この Google Studio の方のレンダリングがどういう形でなっているかっていうふうに詳しく説明すると、まあ、今回はこの一番左下の ZIP のファイルの方で、確立されるんですけども、これ ZIP 解凍すると全てこれ JPEG の画像になってるっていうのがあります。で、この JPEG の画像を全て、つなげてあげることによって、まあ、動画 MP4 で動画を作ることができるっていうような感じにはなってるんですけども、この FMMPEG っていうところから、音声と動画を全て1枚にくっつけようっていうような作業をしました。で、一応今回このようなパソコンのビット数確認とか、まあ、いろいろその一応全部コマンド入力っていうような形にはなってくるので、まあ、やり方とかネット上とかにすごいあったりはするんですけども、今回僕は一応 Mac 使ってるんですけど、 Mac の方でなぜかバグが発生して、普通に動画編集できるやつ編集できないやつがあったりしたので、このあたりはどういう構造になっているのかなっていうのはしっかり見つけていかないのかなと思います。今何分ですか？今ちょうど5分です。はい、まあ、そろそろ、はい、終わるんで、で、まあ、はい、これで動画が全て1枚に連結されると、まあ、さっきのような動画になってくるんですけど、まあ、これで一応完成っていうような形にはなっているのかなと思います。はい、発表の方はこんな感じで、はい、あとじゃあ最後メディウムの投稿のレポートを見せてください。はい、メディウムはさっき説明したことをまさにそのまま書いてるっていうような感じにはなるんですけども、うん、まあ、一応今回僕たちの方でハッカソンのグループでは大学日本そして世界の火山っていう作品から、まあ、1人1つずつ以上、まあ、僕は2つずつぐらい作ったんで、まあ、合計6作品7作品ぐらいできてるのかなっていうのは思うんですけども、一応こんなような形で一動画の一つの動画にすることになりました。で、ここら辺は全てさっき説明した通りになってくるんですけども、一応グラレコの方がこのような、はい、で、動画へのリンクもそこにちゃんと埋め込まれているっ
はい、後で埋め込む形にはなるんですけども、一応 GitHub の方には、もう埋め込んではあるので、この GitHub のここの Earth Studio ってとか、最終成果物から飛んでいただく、ドライブの方に。はい、ドライブに全部ここに入ってるんで。はい。なので、はい、詳細は、Medium の記事の最新版を見れば、全部動画も見れると。そうです。ダウンロードもできるという状態の。はい。ということですね。はい。じゃあ、質問タイムにします。まあ、数分、5分以内ぐらいで何か質問とかあれば、他のチームとか、ありますか？うん、大丈夫そうですか？なんか、みんな、反応はないね。悲しいもんですね。ね、悲しいね。ちょっとまあこの辺は、じゃあ1個の。はい、なんか聞きたいことがあれば、チャットに書くか、あ、ちょっと待って、Facebook でもしかしたら何か質問かな。どれどれ。ちょっと今、Facebook 確認中。特にコメントはなさそう。見てます。見てますって感じですね。はい。ないです。じゃあ、OK です。OK です。お疲れ様でした。はい。お疲れ様です。はい。じゃあ次は、画面共有切ってもらって、次は、日賀野。じゃないか、ごめん。よだだ。失礼。よだ2番。よだ、準備お願いします。はい。はい。これじゃない。なんか違うもん。やばい。個人情報が。やばい、D アニメストアが。これか。いや、これでいいっすか？いいよ、もちろん。スクリーン、スライドショーだっけ？はい。プレゼンテーション、拡大しで OK。はい、じゃあ行きます。日賀野チーム。ヨダチームです。あ、いや、ごめん。今、頭、ヨダチームだ、ヨダチーム、OK。はい。じゃあ、僕たちヨダチーム、発表始めます。僕たちの課題の内容は、この災害ボランティアセンター周辺建物マッピング検証と、建物入力、あと、相模原市の、マッピングなんですけど、今回は、僕たちの、まあ、最初のミーティングの段階で、まあ、相模原市の、まあ、マッピングの検証と月日建物入力やってから、相模原市のマッピング、まあ、コンプリートしちゃって、ボランティアのマッピングセンターのやつ、これ邪魔か、やろっかって話にしたんですけど、まあ、理由としては、まあ、相模原の入力が全然終わってなかったっていうのと、まあ、ボランティアセンターが 98% と割と埋まってたので、まあ、重要度的には相模原の方が高いだろうっていうのと、最初分担も考えたんですけど、今回3年生で、まあ、やったことない人もいるだろうし、ちょっとまああんまり分担をするのは、まあ、教える意味でも効率的じゃないかなと思って、まあ、一個一個クリアしていこうということで、今回は、まあ、相模原の建物入力をまずやっていこうかなと思った、って感じで始めました。で、実際これ OSM の画面なんですけど、まあ、ここが、まあ、マッピング今までしてあった地域になってて、そうですね。で、ここを今からとりあえず全部検証して、その後に、まあ、追加できてない建物があったら埋めていこうって作業を今回行いました。で、これ全部で96タスクあったんですけど、マッピングを、してあったところ、検証するタスクが96タスクあって、2個いっちゃった。で、これ、何か問題が普通に思ったより多くてですね、この中の、検証したんですけど、検証した後に、結局建物を合計で、そのマッピングした個数、まあ、やったことある人いると思ったら分かるんですけど、これ追加建物件数が合計で3600件くらいにも上りまして、うん、なるほど。だからもともとここでもう完了してあったはずのタスクで3600個分の建物あったのでめちゃくちゃ多くてですね、うんうん、で今回ちょっと申し訳ないっていうか正直言っちゃうとこの思ったより本当は全部埋めてやろうくらいの頑張ってやろうかなと思ったんですけど、うん、ちょっとこの建物の検証の段階でめちゃくちゃ多かったんでちょっと建物の検証とマッピングだけしかできなかったんですけど、今回は。で、今回その建物をやっていくうちに課題が出てきて、1個は、
検証した後、建物の追加の場所の把握がなんか難しいかなと思いました。最初にまず今回やり方としては、まず全部のマッ、タスクを検証して差し戻しがあったところを、後から追加でマッピングしていくって作業を取ったんですけど、うん、まあ、ちょっと記憶の問題だったり、あとなんかちょっとだけ抜けてるところとか、あれどこが抜けてるのかわからないみたいな、なんかあと同じタスクを同じ人が、マッピングするとも限らなかったので、どこが抜けてるんだろうかなみたいな、すごい探す時間がかかっちゃって、なんか効率的じゃなかったなと思ったんで、次回以降はその検証差し戻ししたタイミングでその場でもう一回マッピングをして一個一個クリアしていけば、まあその探す手間が省けるのでその分早く終わるかなとは感じました。で次、建物のなんか判別が難しいっていうのは、これ主に山岳部なんですけど、あの建物なのかどうなのかみたいな、その、まあ、あの OSM のちょっとあるあるな課題なんですけど、まあ、こういうのに関してはまあレイヤーの切り替えなどで対応してたんですけど、まあ、ここをちょっと自分たちが後輩に教える部分がちょっと遅くなってしまったので、まあ、どうやってやるんですかみたいな後から質問が出てきてしまったので、まあ、こういう部分を早めに教えておくべきだったなと思って、次回からを、まあ、そうしていきたいと、伝えていきたいと思います。あとは単純に物量的な作業効率なんですけど、ちょっとどうしてもやっぱり多かったので、ここどうにかしてやっぱり上げられないかなと思って、まあ、考えたんですけど、まあでまあ、単純にあの、まあ、打ち込み部分でコピー&ペーストをやっぱりやっていかなきゃなと思ったんですけど、これ結局やってみたんですけど、やっぱりその大枠は捉えるんですけど、やっぱり正確なマッピングができないっていう点に関して、ちょっとやっぱりまた途中から編集作業入るのめんどくさかったので、これなんかあんまり、まあ、効率が上がってるとは言えなかったので、なんかまあ他にいい作業効率上がる方法、まあ、ないからめんどくさい作業だと思うんですけど、まあ、あれば教えていただきたいなって感じです。うん、でまあ、結局こうやって全部、まあ、検証済みの地域でここの今色変わってる地域はさらに赤くなった一回、悪いタスクとして指定した後に全部入れ直した部分になるんですけど、この地域で主に3600件くらいの、追加建物が見つかって、まあ、今回は相模原のこれ段階はこれで終了していますので、まあ追加であればまたやっていきたいと思います。以上です。はい、何か質問とかあれば学生からも、ちょうど今5分です。で、割と今回まあ終わらないだろうなと予想はしてたので、そこをどうするかっていうところなんだけど、その一番最後に書いてあった作業効率を上げるっていうところ、はい、その作業効率の上げ方なんだけども、基本的には、コピー&ペーストもそうなんだけども、それ以外のやり方も含めてどんどんこうブラッシュアップしていく必要があると。はい、で、まず多分ノウハウ初めてのこう学生もいたっていう前提だとすると、そもそものやり方からスタートするとやっぱり出だしが遅れるでしょう。はい、そうですね。でその時の教育に、YouTube の動画は今までタスキングマネージャーとか建物マッピングのやり方って先輩たちがどんどん作ってたし、去年も、吉田直人とかも含めて、まあ、今の4年生の何人かが、動画のマニュアル作ってたんだけど、それは使った。はい。マニュアル自体は、今回利用っていうか、単純にちょっと、まあ、早く見たかったんで、俺がその画面共有しながら、実演したって感じ。実演して、まあ、そのエリアの視点の範囲で、あと、平沢からも正午で、なんか、ショートカットキーがあるよねって言われたんですけど、これは一応説明はしたんですけど、そこまで、まあ、そうですね、まあ、俺が使ってるショートカットキーで、ぶっちゃけその9と3だけっていうか、そのエリア選択のショートカットキーを押して、まあ直角化の作業のショートカットキーやって、まあ、あと建物全般選択を繰り返すみたいな、まあ、ぶっちゃけその単純作業の繰り返しだったんですけど、まあ、あと C っていうなら、その検証の段階においては、そのなんていうんですかね、例えば5軒建物が並んでる、エリアがあったんですけど、そこで1軒だけ入力してあって4軒入力してないとかっていうなんか抜け方が多くて、そういうところの建物の見分け方っていうか、まあ、うまくマッピングできてるのかっていうのがなんかパッて見分けられればもうちょっと早いんですけど、一個一個やっぱり拡大して見ていくと時間がかかっちゃって、まあ、それが検証って作業なんでしょうけど、うん、そこら辺がもうちょっと上がればいいかなと思ったんですけど、この作業ってもともと去年の4年生の卒論で堀が担当してた
部分なんだけど、堀にはどう教えたのかっていうと、はい、このペースだったら絶対間に合わないから作業効率をもっと上げるために、通路どんどん使いこなしなさいっていう指示をしたの、ね、はい、で、その中で、作業効率を次のレベルに持っていくのに重要なのは、ブラウザー越しにマッピングする ID エディターじゃなくて、はい、JOSM を使うということは堀には教えてる。でも、で、JOSM の中にはビルディングプラグインっていうツールがあって、はい、ビルディングプラグインを使うことによって、コピー&ペースト以上にもっと作業効率よく建物が入力できるっていう技があるんだけども、それがきちんと継承されてないっていうのは結構もったいないと。そうですね。うん、そういうところも含めて、で、逆に言うとそのビルディングプラグインを使える人が一人でもチームにいたならば、多分それを真似してみんなでやるっていうこともできたかもしれないし、その人が一人いるだけでやっぱり10人力というか、100人力になる可能性があるっていうところがあって、まあ、そういう、こうツールを使いこなせるメンバーがまだちょっと足りてないっていうところはやっぱり課題かなと思って、はい、で、大事なのはやっぱりそういう、まあ、結局動画もマニュアルも使われなかったって作った側からすると結構悲しいわけで、はい、そういうのはもうハッカソン始まる前からまあ見といてねじゃないけど、まあ、その辺どうやったらスタートした時も最初からまず実践が始まる前にこの動画をまず見てから、じゃあ俺のやり方見ろみたいな感じのこうステップの一番最初にやっぱり動画を見せるなり、何かしらその短時間でスキルアップする方法っていうものは多少工夫が必要なのかもしれない。はい、いずれにしてもゼロスタートで多分 JOSM のビルディングプラグインを教えても多分今回間に合わなかったかなというところはあります。はい、あと、まだ日本では本格的に使われてないけど、マイクロソフトは昔から割と衛星画像とかから、まあ、いわゆる AI 技術、機械学習を使って自動的に建物に認識をするっていうノウハウは今結構溜まっていて、それが部分的には実装されてきている。で、その辺のツールも日本の国内でガンガン使えるようになると、今はね、Facebook の道路抽出は使えるんだけど、建物は多分まだ日本国内で使った事例ないんじゃないかなと思うんだけど、しばらくすると、そういった自動認識、コンピューター側がある程度建物を自動トレースする時代はもう多分1、2年ぐらいにはやってくると思います。なので、その時が、はい、少しまたレベルアップするタイミングかなと思ってます。はい。うん、はい。古橋からは以上かな。他大丈夫ですか？ちょっと Facebook 押しに行って。まあ、あと、あ、そうだ、メディウムのページだけ見せておいて、どんな感じでメディウムにレポート上がってるかを。メディウムか、そうだ。メディアム、うん、ミディアムだけど、でも発音がミディアムと言いづらい。どれだっけ？まず画面共有来てないんじゃないかな。はい、今してます。よろしく。これのスライドが最大化がどうやってなくなるのこれ。エスケープで受けんじゃないか。終了。あ、いったいった。メディアム。こんなの。はい、今説明した作業が。そうですね。あられてるって感じで、グラレコを見せてグラレコ、最後、まとめのグラレコ。あ、そんな感じね。はいはいはい。で、はい、今日、いや、もう一回グラレコ見せて、グラレコ、グラレコ。はいはいはい。落ち穂拾いをしてるんだろうね。チームのラガー。マッピング、はい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 。なるほど。問題点も今の話、作業効率の部分。はい、了解です。はい、OK です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、次が、そうだね。これ次が比嘉野か。比嘉野が3番。比嘉野準備を。はい。あと画面共有を。はい。はい。はい、大丈夫ですか。OK。はい、じゃあ5分いきます。はい、3、2、はい、スタート。はい。僕たちは、チームオーバーってことで、オーバー先輩とゆる先輩と、3年生3人で、ドローンの3つの撮影方法について、ハッカソンで取り組みました。これが最初にまずグラレコの、まあ、グラレコになります。はい、そしたらグラレコ作った2人からお願いします。はい、
スムーズに切り替わるか。あ、はい。伊藤です。しゃべります。はい。じゃあ音声そっちから。はい。で、グラレコ、今画面に出てると思うんですが、このグラレコを、若松と斉藤で担当しました。で、今回メインがグラレコってことではなかったんですけれども、まあ、ドローンの撮影法6選っていうところで、まあ、せっかくだったらグラレコを作るっていうところで、まあ、一つの画像に落とし込んでみようかなと思い、こういうグラレコになりました。で、私自身グラレコをやったの初めてで、で、全く誰に教わったとかもなかったので、まあ、スラックのチャンネルで古橋先生から、早崎さんのグラレコのノウハウ盗んでみてっていうことでメッセージいただいたので、で、それをまず読んで、iPad の、スケッチーズっていうアプリでイラストを描きました。で、プラスして、まあ、内容自体は玲子さんの先行研究があったので、まあ、そこの2つを落とし込みながらグラレコを作成していきました。で、まずドローンの撮影方法なんですけれども、まあ、いろんなウェブでの記事を参考に見まくりました。で、ドローンの撮影方法って結構動画で説明されてることが多くって、この二次元の、まあ、このグラレコ、紙に写すっていうことがすごく難しかったです。で、まあ、具体的にどこが難しかったというと、まあ、そもそもドローンがどういう動きをしているのか、で、そのドローンの撮影方法で撮るとどういう風景になるのかっていうのを伝えるのがすごく難しかったです。で、そこで工夫した点としては、まあ、まず古橋先生からのもアドバイスいただいたんですけれども、ドローンの進行方向とかカメラの向きっていうのを矢印等を使って分かりやすくしました。で、グラレコの工夫としては以上です。国の方から最後のまとめの方をお願いします。はい。それで僕たちは、グラレコを作る以外に皆さんにもっと分かりやすくしてもらいたいので、この6つの撮影方法を、使っているアーティストの PV を片っ端から探しました。で、これまずクレーンショットっていうのが、ドローンを更新させて後ろに下げて、全体像を撮影するやり方です。これ YouTube の動画共有しちゃって大丈夫ですか今？大丈夫です。はい、はい、じゃあこれが乃木坂46であったので、まあちょっとカクカクするわな。この部分ですね、この部分がクレーンショットになります。はい、ちょっとこちらに引っ張られながらね。はい、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、で、次にバードアイっていう撮り方で、これは鳥が見ているような視点で撮影する方法で、カメラの向きは常に真下にして撮影する方法です。これも、これは結構すぐに、あったので、まあ、簡単に載せることができました。そうですね、こことかバードアイで使って撮ってる形ですね。はい、次がノーズインサークルっていう方法で、これも結構、見つけるの簡単でした。うん、これも乃木坂なんですけど、結構乃木坂とか K-POP は、あ、すいません、K-POP はすごい、ドローンを使ってるみたいです。すごい探しやすかったです。なるほどね。こことかノーズインサークルですごい早く撮ってるんですね。すごいレベルが高いなと実感しました。で、一番大変だったのはこのリビールショットっていうやり方で、下から上にフレームインさせるやり方で、なかなかこれを使っている動画がなくて、やっと K-POP から見つけることができたので、紹介したいと思います。こことか今のところとかリビルショットで下から上にフレームインしてるやり方で、まあドローンかっていうとわからないんですけど、まあそれはありだ、まあ、どっちでも、まあ、これはリビルショットですね。あとはこのローフライングショット、これも K-POP から見つかりました。一応今5分です。そうですね、こことか、まあ一応ローフライングかなってことでやってます。で、ドリームこれ皆さんに見ていただきたいんですけど、これ一番難しくて、ドローンは更新させるんですけど、カメラのズームを使って、対象物が
のサイズがあまり変わらないように撮影する方法で、これを探すのが一番大変で、まあ、これは絶対ドローンじゃないんですけど、このマイケル・ジャクソンのスリラーで、ここがもうドリーズームで、完璧にドリーズームだなと思って。って感じです。まあ、スラックでもちょっとやり取りしたけど、ドリズムって割とその混乱させるような用途に使うから、はい、ホラー系多いんだよね。はい。で、もうドリズム、あとサカナクションも見つかったんですけど、後から。さすが。そっちにすればよかったなと思って。で、僕たちのメディウムが、これですね。この形でメディウム作りました。はい。で、参考文献が下に載ってます。はい。OK です。はい。はい。って感じです。はい。何か質問とか、他の学生チームからあれば。あのと、まあ、相当、こう、一枚、最終的な成果物一枚の絵なんだけど、とはいえ、相当多分、いろいろ悩んだのがちゃんとまとまってるなっていうので。まあ、これ実際もう印刷して手元に持っとけば、まあ、もしくは画像でね、スマホに入れとけば、次このシーンこうやって撮ろうぜみたいな議論するときに、いちいち確認しなくても意思疎通ができるようになると思うので、もうそのままドローン部とかでも使えるんじゃないかなと思っています。はい。なんかありますか？あんまり学生から。質問、あ、まず1点質問いいですか？はい、はい、早崎から。はい、どうぞ。この何でしょう、なんか事例をいっぱい探したじゃないですか。これってどういうふうに探したんですか？結構大変だったと思うんですけど。これは自分の音楽と PV の知識をみんなで全員で。なるほど、すごいなと思いました。メンバーの全員で探してきました。なんかそうなんですね、 K-POP とかもなんかね、あとマイケル・ジャクソンとかもあって、なんか幅広かったんで、結構いろいろ調べたんだなっていう感想があります。それともう一点いいですか？もうなんか完全にグラレコ部寄りのは、はい、あれになってしまうんですけど、めっちゃグラレコうまいですね。覚えられた、グラレコ。なんか、なんか、そう、最低限の文字で、文字と絵で、ここまでなんだろう、はい、なんだろうな、そのうまくこのグレーでちゃんと情報をまとめたりとか、もうイラストもうまいっていうのもあるんです。すごいわかりやすくて、ぜひグラレコ部に行って思って。グラレコ部。これってどういうふうに iPad で書かれたんでしたっけ？そうですね。iPad のスケッチーズっていうアプリで。もしかしたら、たやすいスケッチーズですか？なんか、あ、そうです、そうです。ああ、やっぱいいですね。まあ、それ、まあ、早崎の、その前回のゼミのグラレコの、はい、あの投稿をそのままこのチームに共有して、はい、じゃあこんなツール使ってんだよっていうのを投げたら、もうそのままいいみたいな。わかりました。ぜひなんか、なんか他にも書く機会があったら、もしスケッチで 使われてるんだったら、はい、ぜひ録画して、その画面を書いてる最中録画したりとかして、はい、ぜひこちらにもレクチャーください。なんかすごい感激してます。よかった。以上です、感想になりました。はい、それくらいで感想でもいいです。はい、はい、他大丈夫かな、他のチームない。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ日賀野が終わって次は、佐野、はい、はいはい、じゃあ準備お願いします。はい、まあ、今みたいに質問だけじゃなくて感想とか、なるべくうまくこういろんな人たちの、まあ、先輩の成果とかも含めて、やっぱりゼミの一番最初って臨読だったり、先行事例とか先行研究を調べることが大事なので、まあ、そういったところをうまく使っていく、みんなのまあ技とかノウハウをパクるっていうのはすごく大事です。OK。じゃあ、見えてますか？はい、見えてます。じゃあ、ちょっと待って、5分カウントします。いきます。3、2、1、スタート。はい、チーム5は、GSC ローカルガイドをベースとしたアプリを今回、作成しました。でそもそもこの GFC の、ローカルガイドは何なのかというと、皆さん留学に行く前に、フィールドワーク論でフラジ先生から課題が出されたと思うんですけど、それが、自分、あ、あれ、失礼しました、自分でその紹介したいお店を決めて、そこに向かってストラバとか、撮ったと思うんですけど、そのデータが全部乗っかってる
スプレッドシートが、GFC ローカルガイドです。で、続いて、このアプリをどのようにして作ったのかというと、このグライドアップスというツールがあるんですけれども、これは、結構誰でも、簡単に作れることができて、これを用いれば。で、そのアプリを作るために必要なのが、このスプレッドシートだけなので、そのスプレッドシートさえ手元にあれば、そうですね、まあ、最初、初めてやる人はちょっとやり方がわからないなど、ちょっと問題に直面するとは思うんですけれども、コツをつかんだりすれば、結構誰でも簡単にアプリが作れるものとなります。でちなみに、まあ、ご存知の方はいるとは思うんですけど、古橋研究室にはこのような、アプリがあって、これも今紹介したグライドアップスによって、作られています。3年生、もし知らない方いたら、よかったら後で見てみてください。で、本題に入ります。今回行ったことが主にこの3つで、最初にこの、GFC ローカルガイド内のデータ整理を行いました。で、データが結構これ膨大な数があって、全部で333件ぐらい、ありました。で、その中には、まあ、見ていただけると分かるんですけど、同じ店を調べている人が結構多数いて、まあ、例えば、淵野辺に、大和屋があると思うんですけど、その大和屋を紹介している人が結構多数いたので、それをかぶっているところを全部消して一つにするという作業や、あと、誤字脱字ですね、学生が、投稿したデータ内に誤字とかがあればそれも訂正するような作業を行いました。で次に、2つ目ですね、アプリ内に盛り込むデータ選別を行いました。で、GFC ローカルガイドの中に入っている情報というのも結構たくさんあって、例えば、お店の紹介文だったり、緯度、経度、また、ストラバのデータとか結構、たくさんの情報が入っていたので、今回アプリを見やすくするために、一番、人が欲するであろう情報に焦点を当てて選別しました。で今回は、その中でも4つに、絞り込みました。まず1つ目が、お店の選別。で2つ目が、GFC の学生によるその店の評価と、お店の紹介ページと緯度経度の4つに、今回まとめました。で最後、デザインの吟味ですね。最初ですね、まだこのアプリを作る上でちょっと我々も慣れてなかったので、古橋先生からいろいろ途中で教えていただきながら、アプリを作ったんですけど、まずここに2つの画像があると思うんですけど、最初デフォルトとして出たこの評価の文章が、右側にあるそのお店の5つ星評価だったんですね。ただこれだと、誰による評価なのかっていうのが分からなかったので、でまた今回 GFC の学生による評価が、ベースとなっているので、ここを、左側の画像にあるように GFC の学生の独断評価ということに書き換えて、またちょっと地味さというか、まあ、遊び心という意味でもちょっと星の絵文字を入れたりとちょっと地味さを半減する目的でデザインを行ったりもしました。でまとめです。グライドアップスは、誰でも簡単にアプリを作ることができます。でまた、これを作る上で正確なことは誰による情報化なのかということをしっかり可視化できることが肝だと、我々は考えました。で、データ元となるスプレッドシートの情報の正確性が求められる。これは先ほど言った、お店が重複しないような、そういうふうに、重複しているお店は一つに絞り込むなど、しっかり正確性のあるデータにすることが大切です。で、工夫次第でさまざまな味を出せることもこのグライドアップスの大きな魅力なのかなと思います。で、我々が制作したアプリがここに QR コードとして載ってあるので、よかったらお時間ある方は見てください。はい、以上となります。はい、この QR コードちょっと出しっぱなしにしておいてもらって、はい、で、多分今見てる人がカメラを向けながら、スキャンしてると思うんだけど、あとちょっとその後でメディアムに書いた記事を見せてもらうんだけど、はい、ちょっとこう質問として、グライドアップスの、まあ、
いろいろ設定のところで最初無料アカウントの上限超えたりってトラブルもあったと思うんだけど、はい、そのあたりのノウハウとかはメディウムのレポートには載せてある感じ、まあこのうん、もうそろそろ書いていいかな。メディウムのページに書いて、いいですか。はい、はい、で、うん、なるべくその失敗したとか苦労したところをこうなんか今聞くとすごいほぼうまくいっ何も問題なくいったんじゃないかっていう感じがしたんだけど、はい、そのあたりのこう内情というか実際こんな苦労があったんだよみたいなことをちょっと補足してくれると、まあ、そうですね。今ちょっと我々がテコプった部分が紹介できてなかったのはちょっと反省としてあるなと思うんですけど、でも見た感じあのメディウムに書いてない、書いてない、あじゃあ後でそれの辺ツイッター、ちょっと付け加えます。多分まあ今学生もチームも多分分かってると思うんだけど、やっぱいくつか無料の中で使える制限があるっていうところで、一つは500レコードまでしか無料で使えないっていうところは結構壁で、はい、そこのシート分けも含めてこうあっという間に500レコードを超えてしまったというところをどうやってコンパクトにするのかというのが一つ、まあ、ポイントかなと思っているのと、あと結構まあ最終的にうまくまとまってきたなと思うんだけど、やっぱりこれにどんどんこう情報をまた加えていくとかも含めて、なんて言うんだろう、こう足りない部分をどういうふうに継ぎ足していったら今後うまく回るかなみたいな、その継続性の部分をちょっと意識してメディウムのレポートを少しブラッシュアップして、はい、もらうといいかなとも思っています。はい、あと教えてほしいのは、重複したお店があったとっていう話はしてもらったんだけど、その中で複数あったお店の情報の中で、投稿者のこう記事を見てどっちの方がいい記事を書いてるかっていうので選んだ感じ、その一つにまとめたっていうのは、どっちかを消した、いいものを残したっていう感じ、それとも何か、まあ一応その書いてある内容が基本的にどの人もあんま変わらなかったので、うん、全体的に、うん、なるほどね。まあなのでチェーン店かそもそも、そうですね。なのでもうほとんど変わらなかったので、そういう店に関してはもうあの特に意味もなく普通に一つにまとめる感じにしました。あるいはそこは苦労しなかったことね、逆にそこは、はい、大丈夫でした。はい、他学生から何かありますか。森田いいですか。はい、これ多分さっきアップの方を開いたんですけど、おそらくマップボックスかなんかで、うん、あデザインされてたと思うんですけど、デザインの方って変えることとかでできたりするんですか、ね、どの辺のデザインの話。あの地図のデザインです。地図の背景を変えるってこと。背景もそうですし、ピンとかそのあたりとか。あなるほどね。それどこまで佐野は返答できる。基本的に変えることはできるかな。基本的に変えることはできる。どういう言ったら。なんかその今回このアプリ作ってくれたのが、このチームの中の青木くんがほとんど担当してくれたので、俺がその全部正確に答えることはちょっと申し訳ないんですけどできないんですけど。あ、いいよ、はいよ。地図の、背景ですよね。うん、そうそう。背景は、無料版だと多分見た感じっていうか、まあ、現状できなくて多分有料コンテンツなのかなって思うんですけど、無料版だとできないです。じゃあ補足します。2つしかないって感じです。無料版は特に有料版正直試してないので分かんないんだけど、無料版は明るいマップボックスの地図かダークカラーのマップボックスかって2種類しか多分選べないので、それ以外の、背景にしたいっていうのはちょっと工夫が何か方法あるのかもしれないけども、正直古橋も分かっていないです。なので、まあ、ほとんど変えることができないっていうことと、ピンの変え方も正直、分かんないっていうか、調べてみないと分かんないですけど、多分難しいんじゃないかなと思います。その辺青木は試してみた。ピンの変更の多分もあんまなかった、ね、あんまりなかったよね。なかったんですね。うん、そう、やっぱりグライドアップスってすごくプログラミングがいらない反面、細かなカスタマイズは苦手なので、そのあたりはこう細かいことをやりたいと思ったときにはやっぱりもうちょっと別なツールが必要なのかもしれないし、工夫が必要です。はい、ありがとうございます。はい、
じゃあいいかな。他質問ありますか。どうですか。なし。はい。よし。じゃあ、次行きますか。はい、じゃあお疲れ様でした。次は、5番、野崎。準備をお願いします。あ、ちょっと俺が、あ、平沢です。僕が画面共有して、その野崎さんが喋ってもらうっていう感じにするので、ちょっと、なるほど。おぼつかないとかあるかもしれないんですけど、はい、そこはご愛嬌ってことで。じゃあ、画面共有は平さんの方から。で、はい、なんか指示出してもらえれば僕、スライド変えるんで、ちょっとお願いします。はい、じゃあ、5分かかります。いきます。3、2、1、スタート。はい、私たちの班が、声がね、野崎の声がね、ちょっとこもってる感じ。なんかマイクに近づくなり何か工夫できそう？今回、私たちが、聞こえた聞こえた。はい、OK です。必要な、課題として、今回、春休み期間中に、古橋研究室で作ったカラム地図の Excel ファイルを HTML に実装化するということをメインにやってきました。で今回、その、カラム地図の実装化にあたって苦労した点と、あと、カラム地図の説明なども加えながら説明していきたいと思います。まず、カラム地図とはっていうところを、多分皆さんもご存知だと思うんですけど、一回説明したいと思います。とカラム地図は、日本地図。例えば、日本地図だったら、その、地形にこだわらないで正方形か長方形にとりあえず決めた上で、一貫形を参加して日本地図を表したものになります。でカラム地図の特徴としては、まず何よりもシンプルで見やすいというのが一番の特徴になります。でこのシンプルで見やすいということで、統計データの相関関係を把握するときに、すごく便利になります。で最後に、今回私たちが作ったように、比較的誰もが簡単に作ることができます。で次に、カラム地図の実際の使用例を紹介したいと思うんですけど、それが、新型コロナウイルス対策ダッシュボードでカラム地図が実際に使われた使用例になります。これを見ていただけるとわかるんですけど、カラム地図に感染患者数と感染病床数のデータを一緒に載せることによって、どの地図にうん、声届いてないですか？声が届きにくくなってきた。はい、これを一目で見ると、どの地域が感染者の割合に対して病床数が足りてないかが一目で分かるようになっています。で次に実際に私たちが今回カラム地図をしてみて、どんな苦労があったかを紹介します。今回私たちの班では、その皆さんが作ってくださった Excel ファイルを HTML に実際に実装化して、Web ページ上でも見られるようにしてみました。で、その時に苦労した点なんですけれども、基本は、元々他の方が作成してくださった HTML を基本にコピー&ペーストで、今度47都道府県の地図を HTML 化していったんですけれど、私たち実際にプログラミングの言語がわかるわけではないので、わかり次第に
調整していかなければいけなかったところが一番難しい点でした。これからのカラムシズの可能性について話していきます。カラム地図は比較的誰もが作りやすいっていうことなので、多種多様なカラム地図を事前に用意しておくことで、これから様々な統計データと一緒に活用することが可能なんじゃないかなと思います。今のところだと世界の人口のデータと合わせたり、他にも世界各国のカラム地図が実際に作られていたりするんですけれど、もっと細分化された単位でのカラム地図をこれから作っていくと、今後、様々なデータが出てきたときに対応できるんじゃないかな、という、ふうにまとめたいと思います。以上です。はい。まあ、ほぼほぼ5分です。はい。何か質問とかあれば、学生からもう、コメント、質問してください。今とりあえずそう、去年ぐらいからカラム地図ってアイディアはインターネット上の地図エンジニアの人たちの中でが中心になって、これ結構便利だよねっていうので、広がってきたっていう中で、まあ、新型コロナがこんな形で広がってこれカラム地図使えるよねっていうので、まあ、福野さん、サバエにいるコードフォーサバエとかやっているオープンデータの、一つの、まあ中心人物の一人ですけども、福野さんが作った、新型コロナの都道府県ごとのマップが、まあ、かなり有名になったとかバズったっていう状態です。で、それ以外にも新潟の福本君というチームが、新潟県と神奈川県のやっぱりカラム地図を使って新型コロナの状況をマッピングしていったりとか、まあ、そういった統計 あのマッピングに関してはかなり有用性は発揮してきているのと、まあ、どんどんまだまだ完璧な形ではないんだけども、今回のハッカソンでようやく青森と福岡も完成して、47都道府県全部完成、一応バージョン1が完成して、これからもまたブラッシュアップされると思うんですけど、まあこの、1回の実装段階を踏まえて、次のステップにどう向けて使っていったらいいのかなっていうのは、また次の人たちがこれをベースに考えていくんじゃないかなと思っているんですけど、一つアイディアとして次に考えているのは、まあ、これは今回のハッカソンこれで終わりですけど、今議論しているのはやっぱり統計情報として都道府県ごとに分かれて今回作っているので、例えば東京のカラム地図を見てて、その北側の埼玉知りたいと思うとカラム地図のページがもう切り替わらないといけないっていう課題、つまり都道府県カラム一つのカラム地図の外側にへのアクセシビリティがすごく弱いっていうのが弱点としてあります。なのでそこは一つ解決しないといけないというか、隣の県にサクッと移動することで面的にもっと考えることができるかなというのは、次のバージョン2のカラム地図の一つの課題かなと思っています。あと、まあ、今回の新型コロナみたいな状況だと、実は、もうちょっと市町村だと全国で2000近くあって、数千の市町村って結構量が多いので、日本全国見るって大変なんですけど、医療の世界だと医療圏っていう考え方があって、いわゆる、まあ、郡に近いんだけど、中西が帰ってきた、はい、郡とほぼほぼ近いんだけど、いわゆるどのエリアが一つの、まあ、医療対象としての地域、同じような地域に見立てられるかっていう医療圏が、一次医療圏、二次医療圏、三次医療圏という形で定義されていて、三次医療圏が、都道府県にほぼ相当する55あるのかな、確か。で、その下の二次の医療圏がだいたい300ぐらいある。ので、日本全国医療圏という見方で300ぐらいの、カラムセルで表現するっていうのは一つチャレンジしたら面白いというか役に立ちそうだな。今回みたいな、まあ、新型コロナのような病気、疾病のような、現象をマッピングするときにはそういったこうカラム地図、多分300件以上なので膨大なカラムになるんですけど、北海道なんかそんな感じですけど、ああいった膨大なカラム地図っていうのの展開を一つ次のステップかなと、まあ、そんな感じで、隣り合っている都道府県の自由な移動をより促進するための改良 と、医療圏というタイプの、カラム地図の、アップデートっていうのはちょっと今後大事になってくるんじゃないかなと思っています。他学生とかから何かコメントありますか？大丈夫。はい、
今年4月に、本当はジオ展っていうのを、ジオメディアサミットの主催をしていた小山さんが、やる予定だったのが新型コロナで、延期になってしまったというところがあるんですけど、小山さんが、カラム地図の日本全国版作ろうっていう一人の言い出しっぺであり、技術的なアイデアとか実装の部分は福野さんとか、国土地理の藤村さんとか、まあ、いろんな人たちがカラム地図のエンジニアリングの部分で、活動しているんですけども、一旦こういった全国揃ったので、カラム地図の日本全国大会じゃないけどオンラインでそういうイベントやったらいいねって話は小山さんと今しているところなので、その辺はまたゼミの方で共有して、ちょっとオンラインイベントを、やりたいなというふうには考えています。以上、そうだ、最後あれだ、メディウムはメディアムのレポートで、画面つけたんだっけ、画面共有します。はい、お願いします。それだけ見せてもらって、グラレコがどんな感じで仕上がったかみたいね。ちょっとパワポを作った人間とメディウムを作った人間がちょっと若干違うので、ちょっと内容が、うん。はいはい。まあそれはおいおい修正もしてもらいつつで、これか。基本各チームごとに、今日のハッカソン、今回のハッカソンの内容が、はい、報告されてる。はい、あ、これですね。縦向きのグラレコか。なるほど。はい、そうです。はい、で、カラム地図は何かから始まって、はいはい。で、はい、埋め込みつつ、ちょっと下見せてもらって、その下はそれで終わりかな。はい、これで、はい、了解です。こんな感じです。なるほど。はい。はい、平沢先生になってる。まあちょっと。まあいろいろね、レポジトリ消したりとか、いろいろ。いや、すいません、ちょっとその説は。それも含めて。いや、でも多分勉強になったでしょ、そういうトラブルも含めて。いや、はい、本当に勉強になりました。チームの GitHub の古橋ラボのチームに入ってない学生が、意図せず、報告して、プルリクエストを送ったりとか、まあいろんなこうアプローチができるんだけど、まあ外部の人も情報をくれるし、メンバーのになれば、もっと情報の書き込みがスムーズになるしっていうところも含めて GitHub の多分振る舞いというか良さが多分分かったんじゃないかなと思ってるんで、はい、割と見てて、用で見てて面白かった感じですね。はい、OK。感じですね。はい。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。はい。じゃあ次は、最後、森かな。はい、聞こえますか。はい、はい、聞こえます。はい。はい、準備は、どうですか。あ、大丈夫です。画面共有を、はい、はい、してもらって。はい、いいですか。見えてます。あ、はい、大丈夫です。はい。はい、じゃあ行きます。3、2、1、スタート。はい、私たちのチームは、セーフキャスト COVID-19 テスティングマップへの貢献ということで、課題に取り組みました。で、まずこのセーフキャストっていうのが何かっていうところから調べるところから始めました。で、このセーフキャストっていうのは、データを与えることで、その人々が自分から力を持てるようにデータを提供する活動を世界規模で行うプロジェクトのことで、そのセーフキャストが最も重視しているのは、日本の放射線を主に扱っているということが分かりました。で、具体的に過去の事例として挙げたいのが、3月11日の福島第一原発の時に、その警戒区域っていうのがあったと思うんですけど、その周辺とかを含む日本全国に、その放射線センサーネットワークっていうのを構築して人々に支援をしてきたという事例がありました。ちょっとだけ口挟むと、日本全国じゃなくて世界中、はい、グローバルに。あ、そうですね、はい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 、まあ、はい、後で、はい、いいです、あ、見ててください、はい、はい、あ、で、
一番最初に言ったこのセーフキャスト COVID-19 テスティングマップっていうのは何かっていうと、まあ、画面見てもらえば分かるんですけど、この地図上にそれぞれ黄色と緑色と赤と青で、色分けされてて、これがその各地域の検査状況に関する情報をこうマップ上で書いてあって、でこれをクリックすれば、どういう状況にあるのかっていうのが分かるっていうマップです。ではい、で私たちが今回やったのは、このセーフキャストっていう人、会社が出してるその記事の翻訳作業をしました。で、まあ英文の記事だったんですけど、その翻訳をする際に気をつけたことが、まず直訳しないっていうこと、あと読んでる人に伝わりやすいように書くっていうのを気をつけました。で、まあ、記事から分かったこと、ほんの一部なんですけど、日本ではその検査基準を満たしている人が検査を断られてるっていう状況が発生していて、でこの状況なので、韓国とか台湾に比べると検査数が少ないっていうことが分かりました。であと PCR 検査っていうのがあるんですけど、それの実施状況っていうのがいろいろ情報が曖昧で、人によっては23,400っていう人もいるし、38,000人くらいっていう人もいて、正確じゃないということも分かりました。はい、あとはこの肺炎っていうのが結構コロナと関係していて、肺炎の死亡なのかコロナの死亡なのかっていうのが明らかにする必要があるということも分かりました。で最後まとめると、このセーフキャストっていうのがまず放射線を重視していて、人々にデータを提供しているということ、あとは、このセーフキャストさんがコロナに対しては、検査受診の難易度に関するマップを提供しているということ、あと最後に私たちが一番心がけたことが翻訳するときの注意事項でした。で、あと最後これ参考文献で、あとこの記事の翻訳っていうのがさっき一部しか紹介しなかったので、ここに全部書いてあります。以上です。はい、ちょうど5分です。はい。で、あとグラレコも含めてミディアム、メディームに。投稿したレポートもちょっと見せてもらいながら、まあ、さっきコメントしたけど、まあ、もともとスタートの時からセーフキャストってグローバルで活動してて、もちろんそのメインのターゲットは一番最初は福島第一原発の、放射線量を自分たちの、DIY 自分たちで作ったあの外側カウンターでマッピングしていくっていうところから始まって、その後大気汚染とかの計測も始めたりとかで、今は COVID-19の、テスティング検査の状況を、データとしてマッピングしていくというところですね。で、はい、あちょっとその、記事をな、はい、眺めてだんだん下に動かしてもらいながら、はい、グラレコをちょっと見せてもらっていいですか。まとめのグラレコ、はいはいはい。なのでセーフキャストとは何かっていうところと、アズビが書いてくれた、記事の要約、これ3月の下旬ぐらいにアズビが書いたものなので、その数字もまたそれから半月ぐらい経って状況変わってくると思います、うん、あとセーフキャストのチャットグループ見てると、アズビもまた新しいブログ書いたのかな、日々、
セーフキャストのメンバーがどんどん、基本外国人の人たちがすごく多いコミュニティで、その中に日本人もいて、基本英語でドキュメンテーションがどんどんアップデートされていく中で、日本語化がなかなか追いついていないという現状の中で、今回一つ、セーフキャストの英語の記事を日本語化したというところを、実際にやってもらったというところです。で、あと気づいたのは、一個だけ、あと気づいたのは、プレゼンの中にも書いてあったんだけど、COVID-19 の表記の仕方は気をつけて正確に書きましょうということで、COVID-19 で、プレゼンの中でもハイフン外してたりとかしてたんだけど、そこは、はい、気をつけて、しっかり正式名称っていうもの結構重要なので、特に COVID って略語なので、必ずハイフンとかそういうものも略さないで、正確に記述するっていうところは意識した方がいいと思います。マッピングを含めて情報をきちんと伝えるっていうところで、もともとの情報の品質を下げていくようなことをなるべくしないように気をつけるという意味では、先ほどのプレゼンだとちょっとそこが気になったところです。はい、わかります。はい、言葉はすごく正確に記述するっていうことをちょっと意識するといいと思います。他のチームからコメントとかどうですか？いいですかね。書いてもらった Google Docs にアップしてもらった日本語訳に関しては、この後セーフキャストの翻訳チームの方に一回投げて、チェックしてもらって、その後、セーフキャストの、ブログの日本語版として投稿される予定になっています。はい、はい、じゃあコメントないかな。いいかな。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、じゃこれで、全チームが発表終わったかなというところですね。全体通して、コメントとかあれば、今回のやり方が、フラッシュ研究所のハッカソンとしては初めてだったんですが、まあ、プランとしては去年の秋ぐらいから、ね、学生たちに相談しながら、研究室のスタートのスキルアップをどうするかっていうところで、ちょっとハッカソンスタイルをやってみようというのが、まあ、オンラインという形にはなりましたけど、どうですか、学生側からこのやり方で、割とこの短期集中型で、もちろん出たり入ったりっていうところで、スラックに常にいた人もいれば、出たり入ったりしながらも、ズームミーティングしたりとか、分担作業したりっていうのがあったと思うんですけど、このスタイルは割と悪くなかったか、ひどかったか、いろいろあると思うんだけど、ちょっと生、リアルな声を学生から聞きたいなと思ってますが、何かありますか？あ、いいです。はいはい。はいはいはい、私たちのチームはなんか基本的にやっぱり私も含めてその HTML 実装がなんかもうあまりもうできない状態だったので、一人やっぱできる人がいると Zoom でできる限りみんな集まって一人が教えるっていう状態だったので、すごいやりやすかったっていうのはあるんですけど、それでもやっぱりその Zoom でみんな集まる、まあ、一応録画を撮ってなんかその後からも見れるようにしたっていうのは私たちがすごい工夫した点でもあるんですけど、ただやっぱり他にもちょっとした例えばこの開業どうしたらこのもうちょっとうまくまとまりますかねみたいな、ちょっとした本当にちょっとしたトラブルとかだと言葉では説明できなかったり、かといってそれでいちいちズーム立ち上げるわけにもいかず、でちょっとやっぱりやりづらさっていうか、あと私は4年なので結構バンバン言えるんですけど、3年生としてはやっぱり質問とか飛ばしづらかったのかなとか、そういうやっぱり直接会ってやった方がやっぱりやりやすいのかなっていうのは実際正直思いました。はい、それくらいです。結構見ててスラックのやり取りで学生からは文字で来るけどスクリーンショットすら送ってこないとか、こっちもやっぱりサポートするのに、いやなんかトラブってるのは分かんだけど何起きてるのか全然分かんないっていうところで、やっぱりそのトラブルの伝え方とかね、今どういう状況なのかっていうことを伝える術をその前に教えておくともうちょっとスムーズだったのかなっていう。あ、ね、私自身ももうちょっと何が困ってるとか、そうですね、スクショとかちゃんと送ればよかったなとか、まあでもいい経験になりました、オンラインでやる上では。あとあれ、パーマリンク送らないやつとかね、
見てくださいって言いながらこう見れる場所が全然わかんないみたいな、でもワンクリックで見てやるのにワンクリックができないっていう、そのパーマリンクの使い方とか、うんうん、あとやっぱりエラーメッセージをちゃんと送らないって他のチームであったんだけど、やっぱりどんなことが起きてるのかっていうことを報告して、でハッカソンってトラブルがあること前提なので、逆に言うとそのトラブル報告をスムーズにできるとみんなで知恵出して、うんうん、で古橋だけでも解決できないこといっぱいあるし、でもう場合によってはあこの話だったらこの人に聞こうっていう形で古橋からまた他の人につなげることもできるわけで、やっぱりそこの元がどうなってるのかを、まあ、遠慮なくやっぱりやり取りできるようなこう準備をしておくことは確かに重要かなと今の話を聞いて思ったりしてます。はい、他はどうですか、なんか多分4年生が多分喋りやすいんだと思うけど。お疲れ様です。はい、はい、お、なんかそうですね。ああそう、はい、さっき終わったのに気がついました。で、でその自分たちのグループは大体3年生もすごい率先的にやってくれたっていうのがあったんで、うん、やっぱ特になんか Zoom とかつなげてみんなで情報共有するっていうようなことはそんなになかったのかなというふうに思います。で、まあ、パーマリンクとかポンって貼っといて、まあ、過去に作った資料とかで全員で共有したりしちゃうっていうのがやっぱり効率的だったのかなっていうのもありますし、あとはその僕とか今回相当大問題抱えて、何の、あ、まあ、自分たちはあのコマンドとかよく利用したんですけど、そのコマンドでどこからバグが起きてるかみたいなのが一切わからないっていうような技量の点がすごい分かんなかったんで、そのどこまで自分たちでやって先生に聞けばいいかみたいな、その LINE とかがすごい難しかったかなっていうのは実際的に僕が思ったことの一つです。で、あとは今回こうやって全員で課題をやったとは思うんですけど、自分たちでやったら、まあ、Google Earth の使い方であったり、またそのコマンドの使い方今回はすごいやったと思うんで、まあ、そういう自分たちがやってきた課題を本当にまとめて、すごい使い方を分かりやすくまとめたやつをみんなで情報共有できれば、まあ、今回このやったハッカソンとかすごい有意義になるんじゃないかなというふうに思います。そんな感じで、はい、はい、なるほどね。ちなみに今回 Zoom のアカウントは、まあ、4月末までのプロアカウント無料で Zoom からもらってるので、学生たちも割とやりやすかったと思うんだけど、ね、5月以降 Zoom の無料アカウントっていうかプロアカウントは有料にまた戻ってしまう可能性が高い、今のところ高いんだけど、まあ、40分制限で無料アカウントで引き続き使うっていうやり方もあれば、あと、この後終わった後ちょっと一回テストしたいのは、まあ、古橋個人ハッカソンとして今回 Google クラスルームを使いこなすっていうのが一つの目標だったので、この後 Google ハングアウトミーツっていうのをやってみるんだけど、それは無料で使える。なので、まあ、そういう他のツールも含めてちょっ と、ビデオ会議、テレビ会議のやり方のノウハウもちょっと共有しようかなとも思っているんだけど、まあ、もし Zoom が引き続きプロアカウントを使えるんであれば、学生たちもちょっと使いたいと思っているのかなっていう、もしくは他のこういうテレビ会議ツールも考えてますみたいなの、もしなんかあれば、Zoom はやっぱり使いたい。てか便利だ。Zoom はなんだかんだ使いやすいんじゃないですかね。うん、プロアカウント、やっぱり、ね、俺も今回がっつりプロアカウント使ってるけど、すごく無料アカウントにちょっと戻れないくなってきてしまったこの怖さをどうしようかなっていうのは正直あって、いずれにしても、まあ、研究費で、もし無料アカウントを無料でも使えなくなった時にはある程度研究費の方で教育用にも使えるっていう意味では、研究室として Zoom の有料アカウントを持ってもいいかなと個人的には思っています。なので、実際的に今回の就活とかまさにやっててそうなんですけど、うん、ある程度の企業は大体どこも Zoom 使ってるのかなっていう。うん、やっぱそうなんだ、うんうん、はい。スカイプとかすごい少ないかなっていう。うんうん、でも、まあ、やっぱ Zoom だけ使ってるだけあって、他の人たちとに比べても全然スムーズに就活もできてるのかなって思うんで、ある意味、これとかすごい使い勝手いいんじゃないかなっていうふうに思います。了解です。じゃあ、まあ割とうちの研究室は、まあ、こんな感じで Facebook にもダダ漏れだし、まあ、漏れても問題ないっていう意味では、多少セキュリティの問題指摘されてるけど、Google 社内では Zoom 禁止とかいうこと今日は発表あったけど、引き続きちょっと Zoom は使いやすいっていう意味で、うちの研究室では Zoom が、まあ、メインになっていくかなと思っています。あと、あとなんだっけな、あ、そうそう、こんな感じのことをもうね、来月も多分オンラインでほぼ全ての授業が行われていると、いくと思うんだけど、割とオンラインでうまく回りそうだなと思ってきたので、月に1回ぐらい、まあ、今回は3日間だけど、まあ、2日間ぐらいちょっと短くして、このスタイルで月に1回ぐらいやるっていうのは結構しんどい。どう？え？っていうか、テーマはちょっと変えつつ。
割と悪くなかった。まあ、グラレコならグラレコをまたメインにとか、ちょっとまあ、なんていうの、プログラミングだけじゃない要素も要あのこっちは準備してっていうのと、逆に今回やってみて分かったのは、課題を出すこっち側は結構ヒーヒーいったっていうのは正直なと。なのと、あとスラックをもう全チャンネル見て、この2日間ぐらい学生に口出したり、ああだこうだ言ったりっていうところでは、割と自分がやりたかった個人ハッカソンの半分ぐらいしかできなかったっていうのは、ちょっと正直反省点なんだけど、まあ、やるなりにあの成果は結構あったなっていう手応えがあるので、得るものがあったら、あるんであれば、このスタイルは毎週は辛いから、月に1回ぐらいは、ちょっと集中して日にちを決めてやってもいいのかなっていうふうには思って。で逆に言うとこういうことをやっぱりね学びたい、例えば QGIS の使い方を学びたいとか、ちょっとテーマを投げてもらえば事前にこっちである程度課題をまた用意して、この数日でクリアできるほどほどの感覚で、レベルを合わせて課題を作ろうかなと思っています。お、なんか中西がなんか言いたいことある、カメラがスイッチのオンだったけど、スーツ姿の中西が、あ、すいません、はいはい、終わりました。それ特に、はい、特に、あ、じゃあこんな感じで、結構多分今回のアウトプットってそれぞれのドローンだったらドローン部とかも含めて、グラレコ部だったらグラレコ部で、それなりにできてきたものが流用できそうな感じになったかなっていうところは思って、なのでまあみんなが出してきたアウトプットをそのまま寝かさないで、それをまたどんどん再利用してまた次に生かすっていうことをこう引っかき回す意味でのハッカソンスタイルはちょっと割と悪くないなというふうに思っているので、月1ぐらいで少しまた次のネタを考えておこうかなと思っています。他何か、今後の方向性も含めて質問とかあれば。平沢から個人ラインで、それはきついはやめてくれって言ってました。平沢結構今回大変だったもんね。まあ、言ってない、言ってない。多分言ってない。プログラムとかできる面、逆に言うとだからね、平沢は次、自分のこう、複製というか自分のノウハウを誰かにまた託して3年生に平沢があの、クローンを、作ることで自分が楽になる。俺は、まあ、俺ずっと楽にならないんだけど、まあ、そうしょうがないとして、はい、そんな感じで、多分まあ特に4年生は就職活動は当然あるわけで、そこもこう同時並行で走らせていくっていうところのなのと、あとやっぱりね、多分想像するに5月以降こういうオンライン授業がもう各授業始まるわけで、多分学生疲弊すると思う。もうだからもうまた次この先生のオンライン授業、こうテレビ見な、まあ、パソコン見ながらずっと聞くのかとかね、課題やるのか、多分ね、疲弊するから、ちょっとその疲弊した状況も含めて、無理、ある程度無理のない範囲で、このスタイルをうまくちょっとオプティマイズ、その最適化していこうかなと思ってるので、まあ、その、ちょっと大変っちゃ大変なのかもしれないけど、内容的には、楽しい内容に、まあ、シフトすればいいかなというふうに思っています。はい、なんか他に、なんか俺、はいはい、どうぞ。あ、いいよ、誰か。あ、いいや。よだ。よだからどうぞ。よだどうぞ。いや、俺もう終わりかなと思って、なんか、おしゃべりしようかなと思ったんだけど、なんでもないです。どうぞ、大丈夫です。いや、いいよ、言いたいこと、しんどかった。どうぞ。いや、俺、昨日、古橋さんからもらったメール、返信来たんで、なんか、みんな、あれだったら聞けばいいと思います。あの 学務課の方、うんうん、そうそうそう、何かあったらそう、これもね、あの学内用の、もう学生もとにかくキャンパス内立ち入り禁止なので、大学、そう、古橋が分からない部分、特に学務課の方に聞きたいことがあれば、スラックの方で共有した学務課のメールアドレス、多分あの学生ポータルからも言ってると思うんだけど、そこに投げれば、学務からも、不安なところは回答してくれるはずです。なので、ちょっとこういう状況なので、みんなで知恵出しながら、で、スラックはとにかく我々メンバーしか見れないので、まあ、外に出ない形で、うまく情報共有するっていう意味では、スラックとか Facebook の非公開のグループを使って、みんなが知りたいこと、自分が知りたいことってみんなが知りたいことだから、そこはあのどんどん共有していきましょう。はい、なので、まあ、そういう、 こう大学の進め方もちょっとね、変わってきてるので。で俺も就活活動始めたいんで、誰か履歴書余ってたらください、本当に。あ、履歴書ね、はい、あれで配って、ポータルで PDF で配ってたよ。お、本当に？え、いや、なんかさ、PDF で印刷できる。本当に？青学のロゴ付き。で、あ、そう、ロゴ付き、ロゴ付きです。期間限定で配布してるんで。いや、あのさ、履歴書ってさ、5月6日までね。で、なんか履歴書ってさ、俺さ、あの、なんていうんだろう、独特の本紙の厚みに価値があると思ってたんだけど、まあ、それはまた別問題だろ。関係ねえよ、それは。いや、あの、俺、予備でコピーっていう原本が
コピーならなんかある気もするんだけど、なんかあの独特の厚みに価値を求めてた俺は結構負け。いやもう、それはちょっと、あと別途相談しよう。いらねえ話だよな。とりあえず PDF ちょっとスラックなり Facebook に共有しといて、みんな多分使うと思う。じゃあ平沢やっといてそれ。今投げてる。はい、OK。じゃあ今投げときます。あだけど、あと PS なんですけど、あの、はいはい、僕学務から返信来たんですけど、これ、うん、なんか副写禁止ですとか SNS 等に行っちゃダメですって言ってるんだけど。あ、まあ、それはオープンにしちゃダメってこと。そうなんだけど、これ成績順とかちゃんと成績見られてるらしいからバカ返ってこないっぽいんで返ってくるかどうか確かめたらいいよ平沢、もう多分返ってこねえから。以上です。はいはい、じゃあ、はい、いいかな。はい、いいですか、ラスト。いいよいいよ。ゼミナイサークル、主にあのリーダーの方に伺いたいんですけど、ゼミナイサークルあるじゃないですか。で、だいたい基本的にこれまでは2リウム、メディウムに、週1で何かしら活動したことを投稿していたじゃないですか。でもこの状況下の活動って結構、なんだろう、まあ、部活にもよるんでしょうけど厳しいじゃないかなと思う、うんうんうん、特にドローン部とか、まあ、グラレコもそうなんですけど、皆さん何をします？どういうふうに進めていってます？おい、そんな話出さなかったら出ないと思ってたから出してないんだからさ、出すなよ。ごめん、まあ、来週は割とね、ゼミ内サークル的な活動にまた戻るから、うん、ちょっとその辺も含めてこう、まあ、むしろ逆に言うと走りながらしかもう考えられないので、そこのあたりは、いや今この時期暇なんで、なんかアクティブ数も増えてるらしいんで、位置情報ゲーム部に入りたい人はぜひやっておけば掛け持ちも含めてね。なので OK。 なんかオンラインでこういうふうにそのゼミ内、そのサークルメンバーだけで集まってやったりとかしてるところあります？まだないかな、まだない、まだない、あ、わかりました。逆に言うとどんどんそれユースマッパーズ集まってます。あ、そうだ、ユースマッパーズやってるね。そうだそうだ、ユースマッパーズもね、はい、去年から、去年度というか、うんうんうん、2月から始めてはいるので。なるほどなるほど。ドローン部は来週訓練があったんですけど、強制参加にさせようと思ってたんですけど中止になっちゃったので、まあまあ、なかなか5月末、あ、5月まではちょっと難しいかなと思ってます。あと、そうだね、なんでオンラインでこうやって、まあ、ミーティングできるようにするのは一つやり方なのと、あと、まあ、実技も含めて、まあ、グラレコの場合ね、 iPad の話もあったり、まあ、軽くやっても、去年やったみたいにこの機材はとりあえず買っといて、でどんどん練習から始めるみたいな形で、ちょっとそのあたりはもう、来週以降、ちょっとゼミ内サークルの動き方は来週のゼミで。わかりました。研究室の iPad を全部、なんだろうな、持ち出せたらよかったなって今更に。これここだけというか、別に Facebook に投げてるけど、教員は、手続きを踏めば、荷物の搬入、搬出か、搬出用に、一時的に許可が出るので、明日古橋は、佐賀キャンに車で行って、iPad とかもうちょっと機材を獲得、あの外に運び出すので、必要な学生がいたら郵送で送ります。あと履歴書もなので、なんかその研究室の機材で借りたいものがあったら、明日のお昼ぐらいは多分古橋は一体車で行くので、スラックなり Facebook に書いておいてくれれば、その機材を、一旦古橋の方で預かって、あの持って、郵送して、あの学生に渡せるような体制を作っておきます。とりあえずグラレコ部、現在何台ぐらい必要です？ですね、今アクティブが私含めて3人なんですけど、うん、なんであの2人、2年生の分、あ、2年生じゃない、3年生の分2人を、2人分お願いしたい。了解です。はい、はい、そんな感じかな。はい、という感じで、じゃあ一旦これでもう1時間以上かかって、もう1時間半だ、いるっていうところもあるので、一旦これで、お開きにしつつ、次回は、来週火曜日、5限だから、14日か、の、5限16時50分にまたズームで、ゼミをやります。で、あとこれが終わった後10分以内に、さっきスラックに貼っといた、Google クラスルームの動作テストも今回兼ねてるんだけど、Google クラスルームから Google Hangout Meets という Zoom みたいなテレビ会議の仕組みがあるんだけど、ちょっとその動作確認をさせてほしいので、みんなに、スプレッドシートに Google の Gmail の
アドレスを書いてもらったんだけど、そこの Gmail に対して、コールの情報を送ると思います。なのでちょっとメールを確認しておいて10分以内にそのメールが届くと思うので、そのメールの中に書いてある URL から、Hangout Meetsにちょっとアクセスして、ちょっと音声のチェックとか、あと何ぐらいアクセスできるかどうかも含めて、多分この人数いけると思うんだけど、ちょっとチェックしたいと思ってます。で、今回分かったのは Google ハンクラスルームに関しては、Google アカウントでログイン、ユーザー、受講生か、生徒登録をしたんだけど、結局 Google アカウントの、名前、ペンネームみたいなアカウント名の名前の部分は見れるんだけど、それぞれの Gmail の直接のアドレスがたどれなくて、できるのかもしれないけど、今のところ古橋はそこまでたどれなかったので、結局学生の Gmail のアドレスはまた収集し直しみたいな感じがあったので、一旦スプレッドシートに書き込んでもらってます。なのでちょっと書き込んでもらった学生には、わーっと、登録をかけて、ちょっと数分だけ、Google Hangout Meets の音声映像チェックをしたいと思ってます。以上です。なので、この後ちょっと10分だけ時間をください。はい、じゃあ、せっかくなんかみんなカメラオフにしてるから、最後ぐらいカメラ全員オンにするぞ。最後終わりに、ちょっと待って、これ使い方分かってない。もう一回、あ、ここだ。全員のカメラを。私、すっぴんなんで困ります。あれ、じゃあ全員のカメラオンってないのか。じゃあ全員カメラ一回オンにして、顔をお互い 見せ合い、終わりにしましょう。はい。マスクしてる。大丈夫？はい。おエビいいよ、別に外さなくて。大岸は、とか、何人か数名、どうしても出たくない。はい。はい、みんな OK。佐野が出てないぞ。逃げたんじゃないですか。佐野と神田。もう一回言っちゃったか。まあいいか。はい。じゃあお疲れ様でした。3日間。また来週からこんな感じでやっていきます。はい。じゃあまたちょっと10分以内にまたメール、Gmail で連絡します。お疲れ様でした。はい。はい、終了。